ペーパービューでですね、なんと20億円。だから15秒で1億円ぐらいって言われてます。絶対日本のテレビは勝てないらしいです。アベマ TV もメジャーになってね、最初どうなることかって思ってたけどね、はい、今年はワールドカップもありますからね。いやほら、あれじゃん、やっぱさ、やっぱサイバーエージェント3回目のチャレンジだからね、動画ビジネスは。まあそうだね。アメーバビジョンとか知ってる？あそれが最初か。あ違う違う違う、それが2番目です。2番目だよね。その前にメールビジョンって言われてたんですよ。メールビジョン、その時にアメーバビジョンやって、ニコニコとかと一緒にやってたんだけど、我々ダメで。そうそうそう、うん、ニコニコ動画は最初アメーバビジョンだった。もっと言うと最初は YouTube だった。今来てるあの YouTube、 YouTube の配信システムを使って、あそこに字幕を載せるサービスだった。当時は無法地帯だった。 YouTube も含めて。そう、へー。でアメーバビジョン、はい、もうやめちゃったから。へーとか言ってけど、どうでもいいと思ってるでしょ。思ってないです。今なんか眠そうな顔してる。なんでですか、そんな話じゃない。会社の歴史だよ。いやでもアベマ TV は良かったよね、ほんと。11月からそれこそワールドカップ、ワールドカップ、すげえ話ですよ。アベマ TV のチームさんに席を用意してもらいました。もう速攻で早い。本当でもそういうの行くよね。俺なんかちょっと行くのやめちゃったんだけど。なんでなんで。藤田さん行かないですか。ちょっとなんかカタールっていうのは気が乗らなくて。場所の問題ですか。まあ俺はもうカタール一泊で。行く？ドバイとか行くってこと？いやイタリアに行こうかな。いやでもワールドカップの権利はアベマ TV が買うんだからね。テレビ局に。下ろしてるからね。無料で見られるっていう。そう、会員が増えてんでしょ、めちゃくちゃ。そうね、この間のタケル天心から流れがいいですね。 あれも良かったよね。あれもすごかったですね。なんであんな売れんのかさっぱり分かんないけど。格闘技ってすごいよね、ファンの人たちが。なんか一定値を超えるとやっぱみんな見てるから見なきゃって感じになってきて、うん、コアファンじゃなくてもみんな見てる。ペーパービューがさ、すごい売れたでしょ。すごい数字です、うん、記録的数字です。ねえ、石井館長がね、ポロッと漏らしたんだよね。何でもよく知ってるね。いたの、現地にいたかのような。そう、石井館長がポロッと数字を出しちゃったの。うん、チケットというか。そんな売れてんの、みんなびっくりしちゃった。そう、だからなんか、割とこう中高年が、アベマ TV まだ入れてなかったやつらが結構入れてんのよ。うん、はい、ワールドカップあるからっつって、うんうん、じゃあ年齢層もどんどん上がってきてるんですね。やっぱほらなんかね、若い子が多いじゃん。ザマッチ2022東京ドームでやった試合なんですけど、なんと5万5000人の9000人かな、5万人を超える観客を動員して、チケット売上だけで20億円、さらにですねアベマ TV の、PPV ペーパービューでですね、なんと20億円、そしてヨギボープレゼンツということで、スポンサーもろもろでですね、5億円持ってしまったというですね、日本でも最大規模の興行が、行われました。まあすごくこれ僕象徴的なお話じゃないのかなというふうに思っていて、フジテレビがこの試合を放送しないということを決めて、ネット上すごい炎上をしておりました。生中継は地上波で行われなかった。これはですね、もう要は20億円とか売っちゃうわけですよ。要は50万件のペーパービューを売ってしまうような大興行なわけですよ。だからもうアベマ TV 独占で生放送はそれしかやらない、生配信はそれしかやらないって決めたらですね、アベマ TV もですねめちゃくちゃ放映権利を出せるわけですよね。これはテレビでタダで誰でも見れちゃうって話になるとペーパービュー売れませんから、これからですね、しかもアベマ TV ペーパービュープラスもですね、このためにアプリをインストールして LTV ライフタイムバリューですね、を稼げるということでですね、アプリのこれからの月額課金サブスクリプションのユーザー確保にも、役立つということでですね、もうこれからこういった格闘技の試合だったり注目されるスポーツの試合っていうのはアベマ TV が今回ね、サッカーカタールワールドカップのチケットをですね、チケットというか配信をですね全部アベマ TV 独占でやると
まあ、無料配信でやるらしいです。無料生中継でやるらしいんですけれども、まあ、それも LTV を考えた経営でないと、テレビ局地上波、特に地上波はですね、その放送した日のスポンサーからの収入以外ないんです。だからそれ以上の収入払えないんです、例えばスポンサー収入1億とか2億とかでもね、もうそれじゃあ採算乗らないわけですという時代になったと。テレビ局がコンテンツを買い負ける時代になった、地上波のテレビ局がコンテンツを買い負ける時代になったっていうことが今回のこのザマッチで分かったんじゃないかなと思います。この傾向は今後も続くと思いますけど、フランスワールドカップサッカーっていうのは1998年に行われて、うん、その時ちょうどまだ大阪にいたんですけど、それが6月に開催されて、僕7月の移動で東京のスポーツ報道センターに行ったわけですよ、うん、でワールドカップサッカーうわーって見たんですよ、僕の日本人が、うん、当時の放送権料って数千万、私調べたら6億だったのかな、6億円だったんですよ、うん、それがなんとそこから4年後の日韓ワールドカップサッカーは200億円って言ってた、30倍以上の額。いやもうやめようやサッカーそんなんっていう、僕はそんな感じだったんですけど、うんうん、スカパーが出てきたから、うん、もうスポーツソフトの奪い合いになってるから、うん、結局200億で買わされたっていうのが、まあでも NHK は言うたらサブスクですからね、うん、そうですよ、もう買えるんですよね、うん、もう全然だから NHK が買って、で民放に 40% だけ出させましたけど、アベマから買うらしいですね、あのワールドカップの放映権は。あ、一旦アベマが落としたんですよ。アベマが全部落としたんです。いくらで落としたのか分かんないですけど、今回はあの民放はみんな買わずにフジテレビだけが買ったらしいです、ね、フジテレビ25億とか買ってるはずですよ。あ、でも25億だとそんなにできないですね。え、いや25億ぐらいだったら日本戦1試合やったらいいとこなんじゃないですか。あ、多分そうでしょうね。それもライブじゃなくてリレードでやるのかな。そうそうそう、でも25億でも元取れないですよね、フジテレビは。あ、でも開幕、日本戦の開幕だけをやって、地上波でやって盛り上げて、あとはアベバっていう作戦かもしれないです。うん、でもフジテレビは関係ないじゃないですか。え、フジテレビ勝ったんですよね。そう、だからフジテレビは関係ないじゃないですか。フジテレビは自分たちの広告で儲けなきゃいけないじゃないですか。うん、だから地上波を25億円で勝って、うん、で多分地上波である程度はあの宣伝はすると思うんですよ、アベバに移行するため。うん、アベマが出すんじゃないですよ、うん、フジテレビが25億出してるんですよね。そう、でそれは放送権料としてアベバに払ってるんじゃないですか。そうそうですよね、うん、だからそれはそれなりの利益が出ると思ってやってるんじゃないですか、フジテレビは。広告でそんな稼げます？あ、サッカー以外に CM 入れれますからね、あのボクシングとかと違って、うん、いやさすがにワールドカップサッカーでちょっと条件を見ないと何とも言えないですけど、日本戦最低でも3つあるんですよ、うん、そうすると大体ワールドカップサッカーって 60% ぐらい取れるんですよね、視聴率、日本戦は。だから15秒で1億円ぐらいって言われてますよ。あ、そうです、 CM 券だから。じゃあなんとか取れるんですかね。うん、ちょっと契約の内容を見ないとですけど、僕はさすがにフジテレビは赤字になるようなことはしないと思いますね。へ、多分ですよ、アベマの方は赤字になってもそっちのお客さん行ってくれればいいと思うんで、ある程度地上波で露出して他の試合はアベバで見てくださいみたいな作戦を取って、まあでもまあサブスクですからね、うん、いやだから僕なんかそんな感じの時代がそのやってきて、電通の力が相対的に落ちてきてるのかな。僕はね、あともう一つすごいあの注目してるというか、はい、ところがあのスポーツベッティング。あ、はい、まあ、それこそミクシーとかね、やってますね。 今ミクシーとかサイバーエージェントが実はすごいやってるんですよ。やってますね、はい。じゃあサイバーエージェントのアベマ TV の売り上げの3分の1はそれなんですよね。へえ。あの競輪とかの、はいはいはい、あれが稼いでるんですよ実は。だからあそこはサブスク3分の1、スポーツベッティング3分の1で、あと広告3分の1みたいな収益構造になってて、だからこれから映像配信サービスしかもう勝てないなって思った、うん、あのあれで放映権、はい、だってアベマ TV が MLB とあとワールドカップ、はい、取ったわけじゃないですか。ありました、ね、絶対日本のテレビは勝てないらしいですよ。いやー、だってこの間のワールドカップ出場決めたやつ地上波でやってないって何なんだって、うん、だからダゾーンに負けちゃうんですよ、買い負けちゃうんですよね、うんうん、放映権料はやっぱりあのグローバルになっちゃってるから、マーケットが、はい、価格帯が価格帯が、でそこに、まあ、日本でもそのカジノ解禁に合わせてスポーツベッティング解禁みたいな流れがあって、うん、まあ、それも結構面白いなと思ってて、うんうんうん、注目分野ですね。なるほど、はい、なるほど。スポーツとネット配信みたいな。